デレク・ジョゼフ・フィッシャーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州レバノン出身の、プロ野球選手。右ト左打。MLB のミルフォー・キー・ブルワーズ参加所属。2011年の MLB ドラフト6巡目で、テキサス・レンジャーズから指名されたが、契約せずに、バージニア大学へ進学した。AA 級コーパス・クリスティ、フックス時代2014年の MLB ドラフト1巡目。 戦力均衡ラウンドへで、ヒューストンアストロズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・アストロズで、プロデビュー。A-9 トリシティバレーキャッツでもプレイし、2球団合計で42試合に出場して打率。310、日本類が、18打点、17盗塁を記録した。2015年は、A 級、クワッドしてリバーバンディッツと、 a 級ランカスタージェットホークスでプレーし、2球団合計で123試合に出場して打率。275、22本塁が、87打点、31盗塁を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2016年は、a 級コーパスクリスティフックスとトリプル a 級フレズノグリーズリーズでプレーし、 二球団合計で129試合に出場して打率。255、21本塁が76打点、28盗塁を記録した。2017年は開幕をトリプル A 級フレズノで迎え、6月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日のレンジャーズ戦にて8番左翼手で先発出場すると、 6回裏にジェレミー・ジェフレスからメジャー初安打となる本塁打を放った。6月28日にオールスター・フューチャーズ・ゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。2019年7月31日にアーロン・サンチェス、ジョー・ビアジーにカル・スティーブンソンとのトレードで金銭と共にトロント・ブルージェイズへ移籍した。2021年2月11日に デビット・フェルプスの加入に伴い、ディエフェとなった。2021年2月15日に後日発表選手と金セントのトレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍した。6月22日にディエフェとなり、28日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属された。ありがとうございます。